これすごいね、昔から。お袋の味ですか。溢れ出した感情を抑えきれないようだ。日々数々の犯罪がはびこる現代、それぞれの罪の重さは違えど、数々の受刑者を抱えるここ大阪刑務所。今日我々が訪れたのは、そんな大阪刑務所から出所する男性に密着するためだった。長い時を過ごした大阪刑務所に深々と頭を下げ、男性が歩みを進める。こんにちは。はじめまして。はじめまして。田中さんから紹介いただいた竹本と言います。お手紙多分見てたと思うんですけど、果たして男性はどんな罪を犯してしまったというのか。 YouTube 分からないですよね。 YouTube ってネットでね、はい、いろんな動画を投稿するサイトなんですけど、それで僕たち刑務所から出てきた人たちが、はい、これからどうしていくのかっていうのをちょっと撮影していくようなチャンネルをしてて、はい、ちょっといろいろ話聞いていきたくて、はい、今5年ぶりのシャバだと思うんですけど、なんか食べたいものとか行きたいとこないですか？僕ごちそうします。え、ごちそうします。いやいや全然ごちそうしますよ。はい、ちょっとお酒。出所後初めてのご褒美に大好きなお酒を選んだ男性。近いと思うんで、はい、じゃあちょっと歩いていきましょう。心理さんがどんなことしてこの刑務所に入ることになったのかとかっていうのをちょっといろいろ聞いていけたらなと。NG で。NG あるんですか？はい。あ、ほんまですか？まぁちょっとね、お酒とか飲みながら楽しく喋っていきましょう。どうされました？田中、はい、知り合い？田中さんから連絡いただいて、今回男性と親しい仲だという方から取材の依頼を受け、獄中にいた男性はすでに手紙で伝えてくれていたようだった。ここに来させていただきました。もう田中さんもこの5年でもう敵になられて、でまあ立場上やっぱり新次さん迎えに行くのもと、うん、いうことで、うん、お願いされて、うん、あ、田中知り合い？田中、はい、田中さん知り合いです。ご連絡いただいて、まあ知り合いというか連絡いただいてっていう形で、はい、そうなんです。5年ぶりのシャバですね。シャバ、はい。どうですか？おお、シャバやな。ですよね。シャバやな。まあ知った土地じゃないからね、懐かしいとかもないでしょうけど、だってこれも5年前の服装なわけじゃないですか。いやいや、今時というか。若いなって、40歳には見えないんで、はい、すごい若いなと思います。こっちで鈴木は？鈴木さん、すいません、存じ上げないですね。鈴木さんという方もいらっしゃるんですか？すいません。もともとあれですか、そのヤクザやられてはったっていう感じなんですかね？NG で。NG なんですね。田中、お疲れ様です。田中、お疲れ様です。ラジオリアンゲー。田中じゃないです、田中じゃないです。田中じゃない。僕、田中さんの知り合いです。うわっ、よいしょ、よく買いはったんですね。何やら買い込んだ様子の男性、すごい。中身は大好きなお酒のようだ。久しぶりのビール。うわ、4本5本。うわ、これすごいな。これ全部ノンアルやん。ほんで、うん、全部ノンアルじゃないですか。え、いやめちゃめちゃお腹空いてるんじゃないですか。いやー、シャバ飯よね。なんかすごいの食べてそう。これなんですか？めっちゃヘルシーなやつ食べてるやん。ほんで見た目とは裏腹に意外とヘルシーな男性。食えないんですわ。だからどうですか、出所後、初飯どうですか？うまい。美味しいですか？よかった。
サラダチキンと何買いはったんですかこれ。サラダっすわ。いや女子やん。え、なんかモデルかなんか目指してる。いやいや、でもめちゃめちゃ美味しそうに食べますね。うん、やっぱこのドレッシングとかもないんですか。うわうわ、ここでやっぱうまいね。うまいですか。サバはうまい。いや嬉しいです、シンリさんのそんな表情見れて。5年いろんなことあったと思うんですけど、で多分獄中も大変やったと思うんですよ、うん、刑務所の中もすごい大変やきね。ですよね、うん、あ、なんかやきねって高知かどっかの方なんですか。地元がある。あ、ご出身が高知なんですか。あ、そうやき。どうですか、染みますか。美味しいね。美味しいですか。ノーマルやけど、おー気持ちよさそう。うん、やっぱグイッといってまうんですね。いくねー。うわぁ、あぁいや嬉しそうな顔見れてよかったです。進むわ酒が。いやもう5年ぶりや。5年ぶりですからね。いや出てきたばっかりであれなんですけど、獄中生活一番苦しかったことって。一番苦しかったことか。お、ん、入れ墨。一番なあれ、シンさん、それ入れ墨本物ですか。え、本物ですか。ああ、これ見えた。見えちゃいました。これな。え、一応。足も。おお。恥ずかしいけど、全国ネットやめてくれよ。いや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 。これかっこいい。おやめよ。全、これ全国やろ。全国、はい、一応全国になります。もう世界中で見れるんで。うん、ええー、すごい。え、ちょっと酔っ払ってきた。酔っ払ってきましたか。酔っ払ってきた。いいんかこれ。いや、公園はあんま良くないんじゃないですか。え、あかんのか。いや、良くないと思いますよ。ね。刑務所入る前って、シンさん、何のお仕事してはったんですかね。あー、ヤクザじゃん。ヤクザ。え、ヤクザ。ヤクザ。え、ヤクザ、今は片木なんですか。いや、もともと片木や。もともと片木。うん、え、ヤクザですよね。ヤクザ医師や。ヤクザ医師。ん、いやいや、ごめんなさい、聞き間違いか。え、ヤクザ医師じゃないですよね。ヤクザ医師ですか。めちゃくちゃ安定した仕事してはったんですね。ちなみにその薬剤師されてるような方がなんで刑務所に。ちょっとな、手違いな、ちょっと待って。あ、配合を間違えたっていう感じですか。はあ、薬剤師として致命的なミスを犯してしまったようだ。シェリアなんか行きたいとことかないですか。せっかくなんでユニバーでも。母親の顔な、飯と、あ、お母さんに会いたいってことですね。どこへ行くよりも先に母親の元へ連れてってほしいと話す男性。いやいや、もうそろそろだ。まあちょっと移動中ゆっくりしていただいて構わないんで、ああ、はい。それちょっと行きましょうか。うわ。はい、お願いします。そろそろだ。お願いします。すいません。うちの実家ですわ。あ、いやすごい。歴史あるご自宅ですね。5年ぶりの我が家。お母さん帰ってきたよ。うん、これうちのおかんです。お母さん、はじめまして。はじめまして。母親への愛情の形は様々だ。何してんのあれって。こんにちは。すみません。出所っていうことで、出所直後の方に今密着してる動画を撮ってます。うん、よろしくお願いします。ちょっと5年ぶりにな、お母さんの飯食いたくてな。うん。今日はちょっといつものやつ、作ってもらおうかな思って。うん。
5年ぶりに母親が手料理を振る舞ってくれるようだ。大好物。食いたいよ、うん、ちょっと待ってね。どうぞ。心理できたよ。え？どうぞ。これね、おかんの昔からの得意料理でさ、うん、料理？ん？これすごいね、昔から。お袋の味ですか？溢れ出した感情を抑えきれないようだ。これずっと食べてたな、俺。うん、食べてくれてた。ちょっと感動の再会、久しぶりのお袋飯堪能したところで、ちょっとお話伺っていっても大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？二人に改めてお話を伺うことに。ということで、すいません、お母さんも改めてよろしくお願いします。はい。お願いします。お願いします。全国ネットもう、YouTube なんで世界中で見れるっていう。すごいな。そうなんですよ。ちょっとまずお母さんの方に質問したいんですけども、はい、まず5年間、やっぱり息子さんに会えない、息子さんが刑務所の中にいるっていう状態の中で、どんな気持ちで5年間過ごしてらっしゃったのかなと思いまして、そこを教えてください。あのね、この間ね、はい、公園行ったらね、かわいいかわいい犬がおってね、はい、めっちゃかわいかったわ。はあ。うん。あと、まあ、心理さん出てきて、うん、まあ、久しぶりに手料理、振る舞われたと思うんですけど、うん、どんな気持ちで作られてたのかなと。最近ね、はい、すごくね、いいお店見つけてね。お店？うん。何の店？小料理屋。小料理屋さん。今度一緒に行こう。行こう行こう。会話が成立しない。あと、まあ、心理さん、刑務所の中で、まあ、辛い5年間過ごしてらっしゃったと思うんですけど、もちろん、まあ、お母さんの方も辛かったと思います。で、その中で気分転換じゃないですけど、こういうことしてたら気が紛れるなとか、何かこうしてたことってあるんですかね。最近ね、自転車でいろいろ行ってね、はいはい、それが楽しくてね、もうめっちゃ遠くまで行くんですよ。あ、自転車でですね。うん、ああ、じゃ、了解です。ありがとうございます。あ、ちょっと恥ずかしいけど、ちょっと中でね、手紙書いていいから。え、あ、プレゼントっていう風になるかわからないけどね。最高のプレゼントじゃないですか。ありがとう。さっきのビールですね。お母さんへ。あれは僕が12歳の時、お母さんは僕を抱きしめました。あの時を今でも忘れません。僕が学校でいじめられて、お母さんがそれを見つけて助けに来てくれて、その時僕はお母さんをお母さんだと思いました。昔からお母さんのことがすごく好きです。でもお母さんはお母さんです。本当に、本当にお母さんでした。この5年間、お母さんにずっとずっと黙っていましたが、実は刑務所に入っていました。でもやっぱりお母さん、大好きな息子からの手紙だからこそ伝わるものがあったのだろう。
母さんでした。今でも、お母さん。本当にまあ5年間、ちょっと長かったと思うんですけど、本当にお疲れ様でした。お母さんも苦しかったと思うんですけど、よく待っていただいたなと思います。お疲れ様でした。田中の知り合い。え？田中の知り合い。そうです、田中さんから、はい、連絡いただいて、心理さん、はい、紹介していただいたっていう形で。ありがとうございます。とんでもないです。こちらこそです。じゃちょっと、これからね、第2の家族としての時間がね、始まると思うんですけど、心配かけないように、心理さんもこれから頑張っていってほしいなと思います。こうして、男性は、社会に復帰し、新たな人生を歩んでいくのであった。世の中には様々な物語を歩む人間で溢れています。次に密着するのはあなたかもしれません。よいしょ。